皆さんこんにちは。本日は寒い中、2015サガン鳥栖新体制発表会にこれだけたくさんの皆さんにお越しいただきまして本当に感謝しております。ありがとうございます。本日に総合司会を担当させていただきます NHK 佐賀放送局アナウンサーの関水宗史と申します。どうぞよろしくお願いします。NHK そして県内外のさまざまなメディアの皆さんと一緒にスクラムを組みまして、サガン鳥栖をバックアップする番組たっぷりと、県内外の皆様にお届けしたいと思っております。どうぞご期待ください。よろしくお願いいたします。さて今日はですね、私総合司会なんですけれども、とんでもないゲストの方がお越しくださっています。うわ、かなり期待、ハードル高まりましたね。おそらく舞台袖で今その方どうしようかなと冷や汗かいてらっしゃると思います。ご紹介いたしましょう。スカパーの J リーグ解説でもおなじみ、お、拍手しましたね。いきますよ、玉野純さんです。よろしくお願いします。絶対負けないんじゃないの。あの通りですね。玉野さん、もしかして俺のこと知らないんじゃないかとおっしゃってましたけど、今の拍手どうですか。もう優しさ溢れてる。いや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 、はじめまして、玉野です。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。これだけの拍手を皆さんがされたということは、皆さんもうご存知なんですね。ご存知の方もう一度拍手を。これですよ。ご自身でちょっと紹介していただけますか。いや、本当縁もゆかりも全く何にもない年にこうしてね、年が明けてこれて非常に光栄です。なぜ来ることができたのか。それは、まあ、去年開幕もう最終節も鳥栖で始まり鳥栖で終わったっていうような2014年になりましたので、鳥栖に感慨深いですね。こうやってサガン鳥栖の開幕戦の解説を去年されて、そしてしました最終戦のあの鹿島戦もで勝敗はというと、もちろん負けた記憶はございません。これ皆さん、サガン鳥栖やっぱり今年このままいっちゃうんじゃないですか。特に現役で徳島にも所属したんですけども、はい、勝てる気がしませんでした。試合前から勝敗が分かってる試合、心の整理はつきやすかったですね。だからまあ、このチーム J2 にいっちゃいけないのに、なんで我々をいじめるためにいるんだろうっていう、あるべき姿にやっとなってきてくれた。なんでこの上からなんですね。負けてばっかの。でもそれは解説者としてね、言いたいこともおそらくあると思いますし、それにしましても去年のあの最終節、皆さんご存知だと思いますけど、粘りに粘って1対0。そうですね。どうでした。正直夏折り返した時点でメディアには公開できなかったんですけど、鳥栖を優勝するって身内には公開してました。なんてはいけないけど、身内には公開していた。はい、はい、シーズン前からこういう結果っていうのは容易に想像できたので、はい、今年が本当にさらに楽しみですね。なるほどね。後ほどね、選手の皆さんが登場してくださいますけれども、ほとんどの選手が残って、さらに新加入の方もいる。今年かなりいっちゃうんじゃないですか。ただね、さっき選手 の舞台裏で挨拶させていただいたんですけど、はい、なんであんな冷たい目でみんな見てきたのかなっていう。それはね、冷たい目で見られたのは理由があったと思いますよ。一番最初にご紹介されるときに、自分でサガン鳥栖の副社長に就任しましたとおっしゃってませんでしたか。にしても冷たすぎでしたね。いや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 、ちょっとそのもしかしたら空気読まなかっちゃいけなかったところかもしれませんけどね。もしかしたけどもしかしたけど。まあこのようにですね、今日は玉野さんとたっぷりと2時間選手のトークショーも盛り上げてくださるということですから、別に僕が盛り上げるわけじゃないんで、もう皆さんがいれば勝手に盛り上がることなので、で足がガクガクしてるんですけど、実は大舞台に弱いんです。ということでね、2時間どうぞ今日この新体制発表会お付き合いください。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
さあ、それではですね、そろそろ続いてのコーナー行ってもよろしいでしょうかね。では新体制の発表に当たりまして、まず皆さん中央の大きなスクリーンご注目いただけますでしょうか。ちなみに台本は5分前に渡されました。あえてらしいです。玉野だからいいだろうみたいな。Scripted drama will be powerfully composed by us, the Sagantos family. The greatest drama of 2015 is coming soon. Through passion comes dreams. So we can fly. The 2015 team slogan is Next Stage Challenge.The design represents a soaring Kachigarasu, powerfully pushing forward. Fusing blue sky with the green of earth below, Sagan Blue. Connecting past to present, traditional Sagan Pink. The V is composed of colors representing the continents. On the emblem it states,True champions in the hearts of all who love Sagantos. お待たせいたしました。ただいまより会場の皆様お待ちかねの新体制の発表を行います。さあ皆さん、どちらから皆さんが来られるかお分かりですね。さあどこでしょうか。では呼び込みコールはもちろん無敗の男玉野さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。一番のゴールキーパー赤星拓也。3番ディフェンダー磯崎圭太。4番ディフェンダー小林輝明。5番ディフェンダー、キム・ミンヒョン。6番ミッドフィルダー、岡本智太。8番ミッドフィルダー、コータ・ミズレマ。12番ゴールキーパー小平達夫。14番ミッドフィルダー藤田直之。
田龍平。16番ミッドフィルダーチェ・ソンブン。18番ミッドフィルダー清武浩樹。19番フォワード山崎亮吾。20番ミッドフィルダー菅沼実。21番ゴールキーパー藤島啓介。22番フォワード池田啓。23番ディフェンダー吉田豊。24番ミッドフィルダー鎌田大地。25番ミッドフィルダー早坂亮太。26番フォワード平修斗。27番ディフェンダー笹原修平。28番ミッドフィルダー高橋良樹。30番ミッドフィルダー福田晃斗。31番フォワード田村亮介。36番ディフェンダー菊池直哉。コーチであります吉田めぐみさん。新コーチ北見君。コーチ兼通訳金正君。ゴールキーパーコーチ高崎美希。ミュージカルコーチ少しとも。テクニカルコーチ末藤高成。トレーナー佐々木康之。まずトレーナー鶴岡哲夫さん。トレーナーフィジオセラピスト高木翔。主務中康博。副部中市原義人。監督森下様。
して代表取締役社長高原実。では客席の皆さん、ステージ上に集まってくださいましたサガン鳥栖の皆さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。ではチームを代表しまして、森下仁監督より皆様へのご挨拶です。森下監督、お願いいたします。皆さんこんばんは。今日はこのようにたくさんの方に来ていただいて本当に感謝しています。聞くところによると、朝早くから整理券を持って、並んでいただいた方もたくさんいると聞いています。本当にありがとうございます。僕自身はサッカーを始めて、初めて九州の地に来ました。でそれがこのような素晴らしい、サガン鳥栖というクラブに呼んでいただいて本当に感謝しています。ありがとうございます。これまで、皆さんの熱いサポート、そしてこのクラブに携わっていただいた方の、力で今この素晴らしい歴史があると思います。この歴史を大切に、そしてここにいる選手、スタッフと共にまた新しい歴史を、皆さんのサポートをたくさん得て、なんとか、打ち破れなかった5位の順位を打ち破ってチャンピオン、タイトル目指して頑張っていきたいと思います。ぜひ1年間よろしくお願いします。森下監督、ありがとうございました。では続きまして、株式会社サガンドリームス代表取締役社長竹原実より皆様へのご挨拶です。竹原社長、お願いいたします。緊張のあまりちょっとやってしまいました。明けましておめでとうございます。改めて、サガン鳥栖のファミリーと時を越せたこと、2015年を迎えれたことを改めて、ファミリーとともに、そしてファン、サポーターとともに、そしてスポンサーの方に改めて、クラブを代表して本当に、感謝申し上げます。ありがとうございます。私の話はもう疎遠ではございますけど、選手たち、監督に、この場を譲り、皆さんこのメンバーで今年1年一緒に時を過ごしましょう。そして、オープニングのビデオを見せましたけど、2015年の新しい筋書きのないドラマを私たち選手と監督、そしてスタッフ、そして全てのファミリーで最高のドラマを書き続けることを誓い、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。さて続いてはサガン鳥栖のスローガンです。この度サガン鳥栖ではスローガンを皆様から募集いたしました。皆様から応募いただいた案の中から決定したスローガン、ネクストステージ挑戦に決定いたしました。本日はこのスローガンをご応募くださいました熊谷正弘さんにお越しいただいております。熊谷さん、どうぞステージの方へご登壇お願いいたします。では株式会社サガンドリームス代表取締役社長竹原実より記念スローガンパネルを贈呈いたします。
熊谷さん、ありがとうございました。もう一度新しいスローガンを考えてくださいました熊谷さんに大きな拍手をお願いいたします。ではこの後はですね、皆さんお待ちかねの玉野さんとチームの皆さんとのトークセッションを行いたいと思います。ステージ上のご準備がありますので、今しばらくお待ちください。では、選手そして関係者の皆様は、ステージ袖に、一旦退場していただくということです。よろしくお願いします。これで帰るわけではありません。大きな拍手でお送りください。